さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はですね、8ビートを、ができるようになって、まあ曲などをやり出してですね、一番最初に、こうぶつかってくる壁なんではないかというようなものに、ちょっとねスポットを当てて、今回はレッスン動画を配信したいと思います。で、一体まあどういうことをやるかというと、8ビートを叩くときの動作、右手のアップダウン奏法という動作ですね、まあ、ツッ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 、まあ、ダウンアップダウンアップっていうような動作に対しての3つの8ビートに対しての、まあ、その体の動きというか動かし方というか、それをご紹介させていただきたいと思います。まあ、これができることによってですね、スピードがなかなか上がらないという人とか、なかなかこのリズムに抑揚が出にくいというような方に対して、まあ、このアップダウン奏法で、まあ、いろんなことができればいい感じになってくるんじゃないかと思います。で、まあ、今回はまあそれの第1弾としてですね、アップダウン奏法とオーソドックスな8ビートというのを今日はやってみたいと思います。一体どういうことか、一緒やってみます。スピードアップをするためにもですね、右手のこのアップダウンっていうのが、まあ、足が入ったとしても、できるだけまあ継続させれることができると、まあ、スピードアップにもつながるし、まあ、何よりこう抑揚が出てくるので、それの、まあ、分離の練習というか、合わせる練習をやってみましょう。で、一番最初の8ビートですね、ドンタンドットタンっていう8ビート。これをまず最初にやってみましょう。これも合わせる感覚としては、まあ、どんどんたん、こう2発行くときですね。2発行くときが、2発目がアップと一緒に入るっていう感じですね。じゃあ、2発目。どんたとと、たん。これは、アップから足が入ります。一番最初のドンタ、ドッドッタンっていうのが、後ろのリズムから入るので、リズムの裏から入るので、では、アップダウンは、アップから入るような状態ですね。合わせる感覚としては、どっち行った?どうぞっていう感じですね。じゃあ最後、どんたどんどた、これをやってみましょう。これはドラムを初めて、まあ、大体、まあ、8ビートが叩けるようになって、まあ、このフレーズに出会ってですね、一番最初に、まあ、僕の見解としては、一番最初にこうぶつかる壁なんじゃないかと思います。どんたどんどた。で、これはもうアップの手と足が被ります。これがなかなかやりづらいという人が割と多いですね。で、この時の感覚なんですけど、まあ、アップダウンにこう無理やり足をこうブーンと合わせるというよりかは、足が入る位置がリズムの後ろになってるんですね。リズムの後ろになっているので、体が、まあこの、1、
この1と2と3と4とのやり取りの中で後ろに足が入るという感覚をつかめるとやりやすくなってくるんじゃないかと思います。一度やってみると、リズムを合わせてみると、はい、まあ、そんな感じですね。まあ、これに慣れてきたら、何でしょう、まあ、速いリズム、まあ、結構その、そうですね、ドラムを始めた時で、その、速い曲に出会った時に、結構やっぱ辛い思いを、するかとは思いますが、最初アップダウン奏法ってすごくやりにくいですね。やりにくいし、なんか、動きもすごくこう、慣れないんですけど、まあ、これをできることによってですね、リズムに抑揚が生まれてくるのと、あとはまあ、スピードですね、スピードも上げれる。ような感じになってくるので、まあ、それを、お互いにすらし合ってしまってるのが、まあ、このバスドラとか、またこれは次回お届けするんですが、スネアと、もう手がつられてしまうっていうのが、結構やっぱりあったりとかするので、それをまあ、こう、分離できるような練習ができるといいと思います。最後に通してやってみましょう。といった感じです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はですね、第1弾、まあ、アップダウンと、まあ、他の場所というのの、まあ、第1弾として割とオーソドックスな8ビートをご紹介させていただいたのですが、まあ、このアップダウンと左手、アップダウンと、まあ、ゴーストノート、まあ、ゴーストノートという、まあ、ちっちゃな音を入れるんですね、まあ、ツツツツツ、まあ、ゴーストノートとか、アップダウンと、まあ、さらに細かい足の16に、まあ、ダンスとズズンダみたいな、なんかそういうね、細かい技っていうのも、どんどんこう合わせる感覚をお伝えできればなと思います。まあ、それに慣れてきたらですね、結構もう体は同じノリでいろんなフレーズが叩けるようになってくるとは思いますので、ぜひ次回のレッスンも楽しみにしておいてください。といった感じで終わります。さよなら。